ということはご飯は3分の1ぐらいしかいないね。まあ無理して3分の1いたするともうちょっと少ない。今日ここで香りをするんですけども、これは何になるんですか？お米ですからご飯ですね。ちょっと飛ばして。食べない人がご飯の香りを飲む。なんかそんな感じしない。朝ご飯はね、まあ前より。今日は6月1日、これ12回目になったビオポーツで食べたいで、最初に、指導のおじさんから田植えの仕方を今から教わります。今年も子どもたち40名超える参加がありました。毎年参加してくれる人がたくさんおります。ガスケツが起こるんだ。